号砲になって第1レースチャレンジ一般競争のスタート。最内1番富永雅久から誘導しています。そして2番の大中拓磨が追って2番手、3番池内五郎3番手、それから4番原啓司4番手で追走して、あとは5番浅利俊也が最後方の序盤戦。1周回目の2コーナーからバックストレッチへと向かっています。前は誘導に追いついて1番富永雅久先頭、そして2番手車いて2番の大中拓磨、あとは3番池内五郎が3番手、そして4番原啓司、それから5番浅利俊也最後方で4コーナーから直線コースへ向きました。ここで後方から4番原啓司が上昇して現在2番手、1番富永の後ろにつけています。1番富永雅久先頭で、この2番手には4番原啓司、それから2番大中拓磨が3番手、前組5番浅見俊也と3番池内五郎で2周回目の2コーナーからバックストレッチ。これで1列棒上ラインが2つ2対3に分かれています。1番富永雅久が今待ちからの競争で、マークは同点差が4番原啓司、人気集める2番大中拓磨が3番手、そしてマークには近畿中部で5番浅見俊也がつけました。あとは同期3番池内五郎が最後方で4コーナーから残り2周赤番方に帰ってきました。さてここで3番手2番の大中から上昇、前1番富永が突っ張っていくのかどうか、さあ1番富永が突っ張る、2番の大中ですが一旦3番手に引いています。突っ張って1番富永雅久先頭で2番手4番原啓司、3番手からもう一度2番大中が踏み込んでいくのかどうか、一列棒上打者を迎えます。流して1番富永先頭、2番手4番原、2番の大中が車間を切っての3番手、後ろに5番の浅見と3番池内が最後方で4コーナーから直線コースへ抜きました。ここで3番手から2番の大中がスタート、前1番富永突っ張っていきますが、アウトコース飛び出して2番大中拓磨の主導権、この2番手5番浅見俊也、そしてこの3番手に1番富永が飛びついた。最終周回2コーナーからバックスレッチ、逃げる2番の大永拓磨、この2番手5番浅見俊也、それから1番富永雅久3番手、あとは4番原啓司と3番池内五郎が最後方で4コーナーから直線コースへ向きました。先頭2番の大中、2番手5番浅見、大中が先頭でゴール、2番5番4番です。第1レースチャレンジの一般戦、押し切ったのが2番の大中拓磨、それから5番浅見が食い下がって、あとは4番原啓司、2番大中が先行して、そしてこの2番手5番浅見でした。あとは3番で飛びすぎた1番富永でしたが、最後4番原啓司、こちらが3着突っ込んでいます。決定までは今しばらくお待ちください。1レースチャレンジの一般戦でした。